前と午後に分けて行われた会見。まずは調査委員会が論文の不正について最終報告を行った。その中で不正は小保方氏一人だとしている。科学的な考察と手順を踏まないものであることは明らかです。よって調査委員会は小保方氏が改ざんにあたる研究不正行為を行ったと判断しました。小保方氏が捏造にあたる研究不正行為を行ったと調査委員会は判断しました。研究の不正行為は小保方さんが単独で行ったということで間違いないかということ？説明申し上げましたように、研究不正行為は小保方さん一人です。他の人がそういう不正行為に関与したということは物証的にもヒアリングの結果からもクリアになってますので。そもそもスタップ細胞は血液のリンパ球を弱酸性の溶液に浸し培養するだけで簡単に製作できるとされている。これは神経や筋肉などに変化できるという。その論文の中で2つの点に不正があったと結論付けて、まず1つ目、画像の切り貼り。これはネイチャーに掲載された実験結果の写真で、スタップ細胞がリンパ球からできたかどうかを DNA のパターンから証明しようとしたもの。切り貼りされていたのがこの部分。小保方氏は見やすい写真を示したに過ぎないとした。だが調査委員会はこの切り貼りを改ざんとした。さらに深刻なのがスタップ細胞の万能性の核心部分だ。リンパ球から作ったとするスタップ細胞が筋肉などの細胞に変化したことを示す画像、これが3年前に小保方氏が博士論文で使用した画像と極めて似ているという疑惑。そしてこう結論付けた。明らかに捏造であると。データの信頼性を根本から壊すものであり、その危険性を認識しながらなされたと言わざるを得ません。小保方氏が捏造にあたる研究不正行為を行ったと調査委員会は判断しました。信頼性を根幹から壊す、どういうことなのか。上の画像がネイチャーに掲載された脾臓のリンパ球から作られたスタップ細胞が筋肉などの細胞に変化したとする画像。一方下は小保方氏が大学院時代に博士論文で使用したもの。スタップ細胞とは全く別の骨髄由来の細胞から変化させた細胞の画像。重ねてみると同じものだということがわかる。由来も作り方も全く違うもの同士。スタップ細胞は酸の刺激で作成されるはずだが、全く別の方法で作られた博士論文の写真が使われたと断定された。さらに博士論文で使われていた画像にあった文字がわざわざ黒く塗りつぶされているのも確認できた。理想的な不正行為、故意による不正行為があったというのは、そういうふうに見たしてよろしいですか？はい、私たちはそう判断しています。捏造と判断されたその理由をお聞かせください。条件の違いを全く認識せずに使用したというのは通常の研究者ではまずないだろうと。そもそもこうした研究は共同研究者と共に行われたはずだが、調査では画像の切り貼りに関しては普通の感覚で言いますと、共同研究者があの不正を見抜くのはほとんど不可能だと思います。信頼関係で成り立っている共同研究者にそこまでの疑いを持ってみなさいということはかなり難しいと思うんですよ。午前の会見はあくまで不正に関する調査結果だけ。午後の会見は
理化学研究所としての対応に主眼を置いたという。調査の結果、共同研究論文の作成過程において著者の一人に研究不正があったことが確認されました。改めてお詫びを申し上げます。たった今、小保方さんのコメントが出されました。小保方さんは不服を申し立てるとされています。小保方さんの反論はこうだ。驚きと憤りの気持ちでいっぱいです。改ざんの意図を持って作成する必要は全くありませんでした。見やすい写真を示したいという考えから掲載したにすぎません。単純なミスであり、不正の目的も悪意もありませんでした。また小保方さんの代理人を務める弁護士は今日こう話した。理研担当者に対して到底納得できない、承服できないと反論した。彼女としてはスタップ細胞の存在立証に関しては絶対の自信を持っていて、論文を撤回する意思は全くない。とても承服できません、不服申し立てをしますというふうに書かれております。この小保方さんのコメントについてはどのような感想を持たれていますでしょうか。少し動揺されておりましたし、多分そこに書かれていることが読んで直後の国の感想であろうと思います。小保方さんはスタップ細胞は存在するんだというスタンスを持っていらっしゃったんでしょうか。ご本人に聞いてみないともちろんわからないんですけど、本人はやはり信じて研究を行っていたということがそのコメントからも伺えると思います。理研は今回の調査報告を受けて懲戒委員会を設置し、小保方氏らの処分を検討するとしている。そして小保方氏らの不服申し立てなどを受けた後、スタップ細胞の論文取り下げを勧告するという。若い研究者にとって有名な雑誌に論文を載せて、そして世界中の人に見てもらいたいっていうのは、研究者のやっぱりある種の本能的なものがあるんじゃないかと思います。今回の調査は最も肝心なスタップ細胞が存在するのか否かについては明らかにしていない。画像盗用や論文の無断引用といった6つの疑惑についてのみの調査にとどまる。さらに理化学研究所の組織としてのチェック体制などの調査報告はなかった。本来すぐにできることがやられてないことに関して、非常に驚きというか不信感だとこういうものを抱きましたね。今回の事件はもうこれは世界中に知られる大きな事件です。できれば小保方さんが全部やったと、こういうふうに片付けてたいという思いがあったとしてもおかしくはないでしょうね。そもそも理化学研究所は国が世界最高レベルの研究成果を目指す特定国立研究開発法人の候補に上がっている。新しい法人は優秀な研究者を高給で優遇、資金を自由に使えるなど今の独立行政法人よりも格上だ。会見の後、野依理事長らは管轄する文科省や内閣府に報告に訪れた。まだ十分でないと思いますね。閣議決定や今国会中の成立は難しいというお考えでしょうか。
今月中の閣議決定は難しいでしょうね。巨額の税金を使ってるわけなんですね。それを、まあ、捏造の論文に使ってて、かつ関係者が、まあ、正直に話していない。なるとこれある意味研究費詐欺と言われてもしょうがないと思うんです。研究費の、獲得競争厳しいですからね。研究費を取りたいっていうこういう意図はあったと思いますよ。